おはようございます。釣り子 TV です。大阪のフィッシングショー3日が無事終了してですね、今東京に帰ってきたんですけども、結構喋りまくってですね、喉がガラガラになってしまいました。でね、撮ってた宿が Wi-Fi の環境がない、なんとも言えないホテルになってですね、ちょっと動画のアップロードとかがうまくいかなくてですね、遅れてるんですけども、結構横浜のフィッシングショーでですね出ていなかった、メーカーとか、あとはですね、取り切れていなかった気になっていた商品とかいっぱい撮影してきましたんで、明日ぐらいから準備整えてですね、どんどんとアップしていこうと思います。気になっていたですね、グラスのスピリングロット、これもね、全部のメーカーで揃っていたので両方触り比べてきたりですね、あとはアブの超絶軽いスピニングリールね、これも東京もピュアフィッシングブースあったんですけど、なかなか混んでいてですね撮れなかったのをバッチリとこうどういう感じになってるかとか、撮影してきたので、明日以降ですねどんどん、アップしていこうと思います。で、そういった撮影もしていたんでね、タンパリさん2回ぐらいブース来ていただいたのに、いなかった、この人いなかったっていうのがあったみたいなんで、大変申し訳ございませんでした。次はね、名古屋のショーに、釣り子 TV ディーパーブースのお手伝いね行きますんでね、またそこで普段なかなか関東で会えない、見てるよなんて人と意見交換なんかできたらなぁと思いますんで、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は、ちょっと喉からがらですけどね、3日間説明係としてね、いっぱい喋ってきたよっていう、ご報告でした。はい、釣り子 TV でした。Thank you.